皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の宇野芽です。今日はエネルギー消費量の計算方法についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。身体組成の計測方法についてお話をしたんですけれども、生体電気インピーダンス法という、女子脂肪体重という体脂肪を抜いた重量ですねというのを測ることができるというお話をしました。今日はその女子脂肪体重量というのを使って1日にどれだけエネルギーを消費したのかというところの計算方法について詳しくお話ししていきたいと思います。1日の総エネルギー消費量というのはですね、3つの構成でできているんですけれども、まず1つ目がですね、基礎代謝になります。2つ目が食事誘発性熱産生量で、そして3つ目が活動時代謝量になります。この3つの合計が1日の消費エネルギー量となるんですけれども、それぞれの計算方法についてお話ししたいと思います。まず1つ目の基礎代謝量なんですけれども、本当に何も動かないけれど目が覚めている状態の時に消費されているエネルギー量になります。基礎代謝量なんですけれども、だいたい1日の総エネルギー消費量の 60% を占めると言われているんですけれども、アスリートですとですね、普通の方よりも動いてる時間というのが多いので、ちょっと必ずしもここには当てはまってこなくてですね、アスリート用の計算式というのがあります。で、その計算式というのが女子脂肪体重量を使うんですけれども、まず女子脂肪体重量の出し方なんですが、体重計とかでその測った時に体脂肪率が出たと思います。その体脂肪率というのを自分の体重にかけますと、残りの引いた数字というのが自分の脂肪を抜いた体重量になってきます。これが女子脂肪体重量ですね。例えば例でいきますと、50キロの体重の人が体脂肪率 20% だった場合、体重の50キロに 20% をかけると10キロになります。この10キロというのがその人の体脂肪の数値になってきますので、10キロの体脂肪分を50キロの体重から引くと残りが40キロになります。この40キロというのが女子脂肪体重量になります。計算式がですね、28.5 という係数にこの女子脂肪体重の40キロかけると1140キロカロリーという数字が出てきます。この人の場合ですと、この1140キロカロリーというのが基礎代謝量になります。次にですね、食事誘発性熱産生なんですけれども、この数字はですね、1日にとった摂取エネルギーの約 10% となっていますので、食べた食事のエネルギー計算をしてもらって、その 10% がこれに当たるというふうに計算をしていただきます。簡易的なアプリとかでも自分が食べたものをどれだけのエネルギーかと計算できるかと思いますので、そういったもので出して 10% をかけていただけるとこの数字が出てくるかと思います。そして3つ目の活動時代謝量なんですけれども、家事とかスポーツとかいろんなことをすると、もちろん座ってる時に比べたらエネルギー消費というのが高くなるが、目安として使われるものにメッツというものがあります。このメッツというのはですね、国立健康栄養研究所のサイトの方に載っているんですけれども、何の作業をした時に座っている状態の、何倍の消費エネルギーになるかという指数になるんですけれども、こちらが載っています。それを使ってで計算していく方法なんですけれども、例えば、私の場合ですとバドミントンの練習するので、バドミントンというのをこのメッツ表で探します。そうするとバドミントンのメッツは 5.5 メッツという数字になっているので、この 5.5 という数字を使っていきます。練習時間が2時間なので、2時間この 5.5 メッツという活動をするということになります。この計算方法は要因加算法といわれる計算方法になってくるんですけれども、座っている状態が1メッツとしています。で、その1メッツより何倍かというところなので、計算するときにバドミントンをしている時のメッツが 5.5 なんですけれども、そこにはですね、その何もしていない状態の1メッツも加わってるんですね。なので純粋にバドミントンをしたことによって増えたエネルギー消費量だけを計算する場合には、この 5.5 メッツから1メッツを差し引きます。なので 4.5 メッツという数字を使います。で、その 4.5 メッツに自分の体重をかけます。ちょっと分かりやすく50キロという設定にしていきますね。 4.5 メッツかける50かける運動時間、2時間練習したとすると2をかけます。
これがもし30分でしたら 0.5 になります。ここに最後係数 1.05 という係数をかけると、バドミントンをした時の増加分ですね、何もしていない時よりもプラスになった増加分の消費エネルギーの計算ができて、これでいくと462キロカロリー、消費しましたという計算ができます。なので、まあ、先ほどの基礎代謝量にプラス自分が摂った食べ物の総摂取量の 10% プラスバドミントンをした時の増加分の消費エネルギー量、これを3つを足していただくと1日のその人の消費エネルギーの数字というのが出てきます。普通に生活してたらバドミントンする以外にも歩いたりとか走ったりとか仕事をしたりとか、そういったところもプラスの消費エネルギーになってくるので、こういった行為に対してもメッツというのは決まっているので、それぞれの行為を何時間したかというところを今の計算の要領でプラスしていっていただくと、1日の消費エネルギー量というのが計算できます。そういうのがめんどくさいよっていう人にはもう一つ計算方法があります。それがですね、身体活動レベルというのを大きく分けた PAL という指標がありまして、それを使った計算方法になります。この PAL なんですけれども、種目系分類別 PAL というのがありまして、持久系のスポーツ、筋力瞬発系のスポーツ、そして球技系、その他のスポーツというふうに4種類に分かれています。そして通常の練習期とオフトレーニング期ということで、シーズンごとに数値というのが設定されています。これにはですね、もう一つ使う指標がありまして、基礎代謝基準値という数値を使います。これは日本人の食事摂取基準に載っているものなんですけれども、年齢別に載ってますね。ただこれというのは大体のその世代の方たちの、まあ、日本人の平均ですね、平均の体重と身長がこれぐらいの人を目安に設定されているものですよというものになるので、そこからすごく大きく外れてしまう場合はちょっと必ず私もこれに当てはまらないんですけれども、その基礎代謝基準値×自分の体重×身体活動レベル PAL というものをかけていただくと、その方の1日の総エネルギー消費量というのが概算ですけれども計算することができます。例えば男性の20代の長距離ランナー、マラソン選手ですねの場合で見ていきたいと思います。基礎代謝基準値なんですけれども、この20代の方ですと、男性ですと18歳から29歳の年齢層のところになりまして、24というのが基礎代謝基準値になります。でこの24に体重をかけます。トップアスリートですとだいたい55、6キロですので、今回55キロで計算します。身体活動レベル PAL を足していきます。持久系の選手練習期の PAL ですと 2.5 になりますので、これをかけると3300キロカロリーと出ます。ですのでこの方の、まあ、1日の総エネルギー消費量というのは3300キロカロリーというふうに計算ができます。今回はですね、このように1日のですね、消費エネルギーの、まあ、構成ですとか計算方法というのをお話しさせていただきました。すごくスポーツ頑張っているという方はですね、ご自分の消費エネルギー量というのを知っておくと、どれぐらいのものを食べなきゃいけないのかという指標にもなりますので、また体重コントロールの指標にもなりますので、お試しいただけるとよりレベルの高い競技というところが追求できるかと思います。それではですね、次回は三大エネルギーの代謝過程、タンパク質編についてお話ししたいと思います。タンパク質がどういう過程を経て代謝されるのかというところをお話ししたいと思います。ぜひ次回も見ていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。